青島のトヨタ86、グレッティ&ロケットバニー円形バージョンを作っていきましょう。皆さんこんにちは、ヌーです。いきなりですが電子回路の説明から入ります。できるだけ簡単に説明したいと思います。まずはじめに知ってほしいことがあります。電子工作は火事の元です。今まで何気に使ってきた電池は凶器と化し、あなたの大切なコレクションを焼き尽くすでしょう。電子工作をした作りかけの作品を無造作に部屋に置いておくと、いつの間にかにソファーやカーペットなどに焦げ目がついていることがあります。ですので電池が発熱した場合、液漏れや発火の危険があります。電池を外して安全に保管することを望みます。では LED を光らすための回路図を書いていきます。まず電源の電池です。そこから抵抗器、単純に抵抗と呼ぶ人もいます。そして LED です。 LED ってこんなマークかなと思って書いています。 LED に電池をつないでいきなり電流を流すと壊れます。ですので抵抗器の役割はその電流量を調節して LED を壊さないようにしています。次に電源の電池は 9V です。電気屋さんに売っている四角い電池ですね。 9V の電池をそのまま使っても良いですが、電子工作をしていると 5V が一般的に使われることが多いので LED と電池の間に変換用の回路を挟みます。正確には安定化電源といって一定の電圧を維持できる回路です。電子回路が複雑になったり、回路側が電気をもっとよこせと言われた時に電圧が不安定になることがあるので、一定に流せる安定化電源が必要となるわけです。 LED を光らす程度では必要ありませんが、一応使っています。簡単な安定化電源を自作できますが、なければこんな感じの電池ボックスだけ買って使うのも良いです。この回路には電流を 20mA 流したいです。そして LED にも抵抗があって、大体の抵抗値は 2V から 3V です。とりあえずここは 2V としておきましょう。後で正確な抵抗値 VF の値を調べます。抵抗器と LED を足した電圧を電源と同じ 5V に合わせます。ですので抵抗器には 3V の電圧がかかります。次に分かってないのが抵抗器の抵抗値です。学校で勉強した抵抗の値を出す計算式をあなたは覚えてますか？僕はあ、り、てとこんな感じで覚えました。あというのは電圧、りは電流、ては抵抗です。抵抗の求め方は電圧割る電流で計算します。 R イコール V 割る I、 V は3、割る A は 20A で計算すると 150Ω になります。 150Ω の抵抗器が必要になるということですね。そして今回86に組み込むための電子回路を考えます。まずヘッドライトに2つの LED をつけるので、 LED を縦に直列につなぎます。ブレーキランプも2つあるので直列につなぎたいと思います。もし電池を反対につけたり、何らかの理由により電流が反対に流れないようにダイオードをつけて逆流を防ぎます。電流を説明するときにしばしば川や水に例えられることが多いと思いますが、
このダイオードは滝と思ってください。もし川下に滝があったら、水は滝に吸い込まれ滝壺に落ちていきます。電気も同じで、電流をダイオードに流れていくようにします。これを整流用ダイオードと言います。 LED の一つの抵抗値は 2V、 こちらも 2V、 5V の電圧なので 5-2-2 は1、抵抗器には 1V かかります。なので計算すると 1÷0.02 で 50Ω です。と予定していましたが、使う LED の仕様を調べると次のように電子回路を変更しないといけなくなりました。見てください。パッと見で複雑に見えるかもしれませんが、丁寧に説明しますとそれほど複雑ではありません。左側の回路図と右側の回路図の2つになりました。 LED が2つあって、これはヘッドライトです。 20mA を流したいと思います。この LED の抵抗値は、VF 値は 3.4V で、抵抗器は 1.6V かかります。 5V20A で並列につなぎます。 R を求めたいので V は 5V、 I は 20mA、1.6÷0.02 で 80Ω となります。 80Ω というのは手元にないので 100Ω の抵抗器を代用したいと思います。右側の回路図ですが、電源がここにあります。 LED が3つつながっています。1つはルームライト、2つ目3つ目はブレーキランプです。それぞれの LED の抵抗値は 3.2V でした。そして各抵抗器の電圧はそれぞれ 5-3.2 で 1.8V です。こちらの回路には 5mA 流したいと思います。抵抗器の電圧 1.8÷0.05 で 360Ω です。同じものを持っていないので、これに近い 330Ω の抵抗器を使うことにしました。では現物を見てみましょう。見えないかもしれませんが、このペン先にあるのが LED です。小さすぎてごめんなさい。並べてみます。ルームライトは白色、ブレーキランプは赤色です。これがヘッドライトの 3mm の LED です。結構明るいです。整流用のダイオードは 1N4007 を使います。ブレーキランプの LED を取り付けていきます。まずコンビネーションランプのパーツに穴を開けます。ここにあらかじめ導線がついた LED を穴に通します。今回のパーツは電子工作ファンの御用達のお店秋月電子で購入したものです。この LED は1個35円とかなりお得です。見えにくいかもしれませんが、リード線の赤い方がプラス極になっています。繰り返しになりますが、このまま電池につなぐと壊れるので、必ず適切な抵抗値の抵抗を挟みましょう。点灯することが確認できたので作業を進めます。実物の86を見に行って気づきましたが、ブレーキランプの中央の部分は光りません。本来なら裏側の中央を黒の油性ペンなどで塗りつぶせばよかったのですが、忘れてしまいました。部品を半立消していきます。一部余計な部品を取り付けていますが、見なかったことにしてください。ちなみにハンダ付けは下手ですので参考になりません。これが最終的な LED を光らすための回路図です。電池は86の中に入れるのではなく外部から供給します。そのためリード線が車体の下から伸びていきます。クリアを10回ほど塗り終えたところで研ぎ出しに入ります。コンパウンドを使うとかなり光沢が出てきました。ここで感動しています。
ここでコンパウンドミクロとセラミックコンパウンドの輝きの違いをお見せします。どうでしょうか。では完成品をご覧ください。いかがだったでしょうか。数多くの失敗をしてしまいました。ボディの取り付け段階で立て付けが悪く、うまくパーツを取り付けられず、隙間を開けたりデカールが破けたりして完璧な完成にはなりませんでした。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。今回が最終回です。寂しいです。未来に期待してくれる人は高評価を、最後にチャンネル登録してほしいな。それでは今日はこの辺で、えへへ。